FC ザンクトパウリの宮市亮です。素晴らしい映画だったなっていうふうには思いますね、はい、やっぱりサッカー選手としてペレっていう選手の生い立ちっていうものを知れて、またその17歳にして王国ブラジルを背負っていくその難しさだったりっていうものが本当にリアルに感じれたので、素晴らしい映画だったなっていうふうに思います。やっぱり家族の描写というか、ペレが町を離れてサントスに向かうシーンであったり、代表の試合を見ている父の姿、母の姿っていうのはすごいぐさっとくるものがありました。まあ親元を離れるところであったり、怪我をしてしまうシーンであったり、プレーがうまくいかなくて家族に電話するシーンであったり、そういうシーンはすごい重なるなっていうのを感じました。まあ映画の中でもやっぱりペレが自分を信じる、ペレの父が言ってた自分を信じることっていうものは本当に大事だと思っていて、まあ怪我をしてなかなかサッカーができない状況でも、まあ僕自身は本当に自分はできるんだってことを常に信じてましたし、まあ、その信じることっていうものは非常に大事になってくるんじゃないかなっていうのを感じました。スピードが速い上にやっぱりボールタッチの細かさってものは最後見てて感じたので、まあ、そこは非常に参考になるシーンだなと思いました。ペレの信念っていうところは本当にアスリート含めて全ての人に通ずるところだと思うので、そういうところはぜひ学べるんではないかなというふうに思います。僕は父が野球をしていて、子供の頃は野球選手になるのが夢でした。小学校5年生ぐらいの時から愛知県の選抜だったりっていうのに選ばれ出して、まあ、中学1年生で日本代表にもなってっていう中で、やっぱり全国を見た時にすごい選手がたくさんいて、まあ、その中でやっぱり自分はここで腕を磨いていきたいなっていうのを思ったので、それがサッカーにのめり込んでいった、はい、理由ですね。家族にはもう支えられてきっぱなしというか、ここまでサッカーもさせていただいて、で、まあ、海外に行く時は本当にすごい寂しさっていうものあったと思いますけど、やっぱりまあ、向こうで頑張ってきてほしいっていう気持ちもあって送り出してくれたと思いますし、まあ、幼少期はやっぱり弟とボールも蹴ったりをして、お互い一緒にプロになりたいっていう夢を持ってやっていたので、自分はできるんだっていうことを信じ続けるところが僕の信念。やっぱりどんだけミスをして5万人のお客さんがブーイングをしようとも、やっぱり自分自身そこは疑っちゃいけないというか、自分自身を信じることが唯一の信じるところだと思うので、そこだと思います。本当に自分を信じてやり続けるっていうことは、まあ、この先やっぱり不安なことだったりっていうことにすごい向き合っていくと思うんですけど、そこで負けずに自分を信じきれるかっていうところが大事になってくるんじゃないかと思います。ペレ伝説の誕生は自分を信じる心が描かれている映画です。ぜひ見てその心を感じてください。ペレ伝説の誕生。